ゆてん TV をご覧の皆さん、どうも。自己肯定感の高すぎる俺が、君の自己肯定感も上げてやろうか。ゆてんでございますって言ってね。自他共に認めるナルシストであるこの U20 は、生まれてこの方自分自身を天才かつ絶世のイケメンだと信じ続けて、今まで生きてきてるよねっていう話なんだけど、そんな自己肯定感が富士山並みに高い俺だからこそ、この U20 を見てるてめえたちの自己肯定感を上げることに関してもプロフェッショナルだよねっていう話だから、今後はそういう自己啓発系の動画も上げていって、暗闇でどん底かもしれないてめえたちの人生を少しでも明るくできるように、この俺が光の救世主になってみせるよねっていう話やね。そして、チャラ男としても有名なこの U20 は、特に可愛い女の子の君たちに関しては、個別に女に生まれた喜びを味わわしてやりたいよねっていう話だから、自己肯定感の低い君たちこそ、俺は救済したくてたまんないよねっていう話だね。で、まぁ、今回ね、この U20 を通してね、まぁ、てめえたちにね、伝えたいのが、まさかのね、先日、レペゼン地球時代に所属してた、出資者であった、H 氏とのいざこざも記憶に新しい、DJ 社長が、次はレペゼンフォックスの動画で、整形の全貌について語り始めたと!いうことでね、自己肯定感が高すぎるがあまり、整形しなくても自分自身の顔に絶対的な自信を持つこの U20 としては、物を申さずにいられないよねっていう話だからね、まあこの U20 撮ってるよねっていう話だよね。本題に入る前に、この U20 は、ここのところずっと、レペゼンフォックスでいう銀太よりも、銀髪が似合う男として君臨してるわけじゃん。そんな U20 のシルバーヘアに関して、てめえたちに驚きの事実を伝えてやるとすると、なんと驚くことに、この U20、先日髪を紫色に染めて以来、一回もカラーし直してないんだよね。そうだから、このシルバーヘアに関しては、先日エンシールズのカラーバターで、紫に染めてから、色落ちし続けることによってできた、いわば偶然の産物であり、奇跡の賜物だと言っても過言ではないんだよね。ただ、もちろん放置してるだけでこんなシルバーヘアは維持できないよねっていう話だから、一体この U20 がどんなものを使ってこのシルバーヘアをケアしてるのかっていうのをてめえたちに見せてやるとすると、まあこの二つだよね。この二つは、俺の動画でもたびたび登場してる、ビューティーンのブリーチやヘアカラーで有名な、フォーユーっていう会社から出てる、トマルカのカラーシャンプーとカラーチャージっていうトリートメントなんだけど、この二つを毎日使うことによって、この U20 のシルバーヘアは維持されてるよねっていう話だよね。そして、この商品を使ったことがなくて、なおかつ村さんの購入を考えてるてめえたちのために、このソマルカのシリーズの使用感を伝えてやるとすると、さすがカラー剤メーカーの大手ホーユーだよねっていう話なんだけど、特にシャンプーは、テクスチャー自体サラッとしてて、髪に馴染みやすい上に、手にも汚れがつかない割には、結構髪にしっかり色はつくんじゃないかなっていうのが率直な感想だよね。そして、このトリートメントの方に関しては、これで染めるっていうよりも、退色を防ぐ役割の方が大きいんじゃないかなっていうふうには思うんだけど、テクスチャー自体の色味は薄めで、この2つを併用することで、ほとんど退色せずにこのシルバーヘアをキープできてるよねっていう話だよね。過去の俺の甲子園の治安がめちゃくちゃ悪かったっていう動画でも紹介してる通り、こういうの商品っていうのは、最も西宮市民に愛されてるヘアカラーメーカーだと言っても過言ではないよねっていう話だから、この U20 も包湯の商品には絶対的な信頼を置いてるよねっていう話だし、自信を持っててめえたちにもおすすめできるよねっていう話だよね。そして、ここまでこの U20 が包湯の商品を押してやってるんだから、包湯の担当者のてめえは、今すぐに俺に案件の打診の連絡をよこせと。それをこの動画を通して全力で訴えかけたよねっていう話だよね。さあ、そしてようやく本題に入るよねっていう話なんだけど、DJ 社長は、おととい20日に、レペゼンフォックスのチャンネルで、DJ 社長がやった整形の詳細をすべて公開しますと。そんな動画をアップして、視聴者から整形について、多くの質問が寄せられたことを受けて、その動画を撮ったらしいんだけど、とにかくかっこよくなるのを第一と考えてた DJ 社長は、整形において自分の理想のパーツとそれが自分に似合うかどうかは別だよねっていう話だから、手術内容をほぼ担当医師にお任せするスタンスで、韓国に渡って手術を受けたらしいんだよね。そして、その医者と話し合った結果、顎骨を削る、いわゆる輪郭3点って呼ばれる手術と、あとは鼻ニンニクを治すために、プロテーゼを入れたり、あとは目を二重にして、横に大きくする手術をすることに決まって、その合計費用が、現金払いっていうことで 20% オフになったのを含めて、締めて248万円かかったと。そんな大金をかけてまで、DJ 社長は、自らのコンプレックスを克服したり、イケメンに見られるために、全力課金しちゃったよねっていう話なんだけど、この逆張り系 YouTuber である、トゥエンドー太平が、DJ 社長の整形について思うことは、悪くないっすね。
っていうのも、それはなんでかっていうと、この生まれつき優れた DNA を持っていて、自分の顔に何のコンプレックスもなければ、整形する箇所が何時間考えても全く見当たらないこのユーティンティーなんだけど、俺は顔が人から見ていいとか悪いとか以前に、自分に自信を持つことっていうのが一番大事だと思ってんだよね。たまにあるライブ配信でも言ってんだけど、例えば綺麗でありたいだったり、かっこよくなりたい、可愛くなりたいだったり、異性にモテたいだったり、そんな願望を叶えるために何が一番大事なのかっていうと、結局一番大事なのは冒頭で言ったような自己肯定感だったり自信だよねっていう話だし、なんなら自信がてめえの顔を作ると言っても過言ではないんだよね。そうだから DJ 社長も含めて、自分の顔にコンプレックスを持ってるやつが整形することによってもっと自分に自信が持てたり人生を楽しく生きられるんだったら、それは全く悪いことじゃないとは思うんだよね。このユーティン TV を見てるてめえたちの中でも、例えば整形したいけど迷ってるだったり、整形じゃなくても例えばタトゥーを入れたいとか、眉毛のアートメイクをしたいけど一歩踏み出せないとか、そんな奴らもいると思うんだけど、DJ 社長もその動画で言ってるように、親からもらった体に傷をつけるな以前に、親からもらったてめえの人生だからこそ、それをすることでてめえの人生がもっと楽しくなったり、前向きに生きられるんだったら、むしろ積極的にそれはやっていくべきだと思うし、たとえ周りに何を言われようが、てめえの人生も、顔も、体も、当たり前にてめえ自身のものだよねっていう話だから、てめえを一番理解し愛すべきなのは、他の誰でもないてめえ自身だと思うんだよね。そうだから、このUTN TV を見てるてめえたちに関しても、自信が顔を作るし、自信があれば人生までも明るくなるよねっていう話だから、その言葉を信じて、もっと前向きに生きてもらいたいよねっていう話だし、自分自身が前向きになれることだったら、たとえ整形だろうがタトゥーだろうが、積極的に自己投資していくべきだよねっていうのを俺は全力で伝えたいよね。まあ、そんな感じでね、まあ、今回はね、レペゼンフォックスの DJ 社長が、ここに来てまさかの整形の全貌について語り始めたと。いうことでね、まあ、このユーティン TV 撮ってるよねっていう話なんだけど、その整形よりも俺が個人的に気になったのは、今の状況で韓国に渡航するのって、おそらく今ビザなしの観光目的での渡航っていうのはできなくなってるとは思うから、その整形外科がビザを出したのか、そして一体何ビザで渡航したのかっていうのは結構疑問だよねっていう話だし、整形費用も含めて約4億円ほど借金をしてるっていう風には言ってんだけど、それ自体が本当なのかどうかっていうところもかなり被っちゃうねっていう話だよね。まあ、ただ実際男の整形に関しては女の子ほど情報がないのも事実だよねっていう話だから、そこの情報発信にはニーズがあると思うよねっていう話だし、 DJ 社長自身ジャスティン・ビーバーを超える男になるって言っちゃってるぐらいだから、今後さらに整形を繰り返してジャスティン社長だか社長ビーバーになる日もそう遠くないかもしんないよねっていう話だよね。まあ、そんな感じでね、音楽活動をするための名前が必要と言っておきながら、一切音楽関連の動画をアップしないレペゼンフォックスに関しても今後も動きを追っていきたいよねっていう話だし、それ以前に整形しなくてもこれだけイケメンで頭もめちゃくちゃ良くて、なおかつファッションセンスも良くて話も面白いし、なおかつ元々音楽をやっててラップも歌もうまいと、そんな U20 がレペゼンフォックスよりも人気者になる日もそう遠くはないよねっていう話だからね、また次回の U20 TV もぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、またネクスト U20 TV でお会いしましょう。 See you!